3月20日から22日までの3日間、東京・日本橋にある三重テラスで、いなべしフェア in 東京が開かれました。この催しは、首都圏の人をはじめ、多くの人にいなべ市の自然の魅力を広めようと、去年に続き開催されました。期間中はさまざまなイベントが開かれ、3月22日には橋本美代トークショーが行われました。これは命をテーマに動物を掘り続けている彫刻家の橋本美代さんと、青川峡キャンピングパークの安田義弘さんとのトークショーで、いなべ市に移住した頃のエピソードなどの話がありました。橋本さんはいなべ市の景色に一目惚れし、現在築90年の古民家に住んでいて、いなべは無色透明で変な風に染まっていないところが魅力。ありのままの自然の中、動物もたくさんいて創作意欲が湧き、制作に打ち込めますと充実した移住生活を紹介しました。また毎日2時間かけて薪風呂を用意するなど、家族で自給自足のスローライフを楽しんでいる安田さんは、近所の人がとても親切ですぐにいなべ市での生活に溶け込めました。今は移住者同士の交流も図っていますと、日々の様子を楽しく話していました。この後、橋本美代さんによるワークショップが開かれました。これはクスノキを使った手のひらサイズの彫刻体験で、参加者の皆さんは橋本さんによる指導のもと、思い思いに彫り続け、最後に色付けもして完成させるものです。橋本さんは、勇気を持って刃を入れるのがコツ。木は粘土のように思い通りにいかないから難しいですが、美しいものが作れます。色を塗るときは筆をかすらせるようにすると、彫った跡が毛並みのように浮き出ますと皆さんにアドバイスしていました。参加者の中には、橋本さんのお話や体験を通して、いなべ市の素朴な魅力が分かり、行ってみたくなりましたと話す人も見られるなど、多くの人にいなべ市の魅力を PR できたフェアとなっていました。